間となりました。この後23時からはソライブナイトが始まります、この後もぜひ参加していただければと思いますので、今日の、担当はあかねちゃんです。よろしくお願いします。あれ、ベビーカステラはどうでした？はい、持ってきました。あ、待って、これベビーカステラなの？たこ焼きなの？たこ焼きで作れました。たこ焼き、たこ焼きで、はい、ベビーカステラ作ったの？そうです。そうなんだ。はい、よかったら、ちょっと冷めたんですけど、後で食べてください。ちょっとカメラさん、すごいかわいい。ちょっと映って大丈夫ですか？大丈夫じゃないですか？大丈夫。かわいいかわいい、ほらたこ焼きみたいな。そうそう、ホットケーキで作りました。なんで今日ベビーカステラになったんですか？あの、たこ焼き器を有効活用するためです。たこ焼き器を有効活用？はい、たこ焼き器の活用。あの、前で1回で終わっちゃったらちょっとね、うん、あのたこ焼き器もかわいそうなんで、うんうん、そうかそうか、はい、なんかでも私、あのホットプレートをなんか買ったんですけど、はい、そのホットプレートのなんかあの料理本みたいなのが出てて、うん、そこになんかいろんなそのたこ焼きのプレートを使ってなんかアヒージョをやりましょうとか。そうそう、今あるんですよね。いっぱいあるよね、うん、だから毎回できるんじゃないですか？そうそうそう、その話をちょっとしてて、そうあの次ももしかしたらたこ焼き器を使うかもしれません、でもなんか新しいものをなんか開発してほしいの。なんか最後料理本出すみたいな、なんかたこ焼き器で、たこ焼き器で作る、なんか何がいいんだろうな。何ですか？ハンバーグみたいなのが分かんないけど、たこ焼き器でもできそうじゃないですか？ちっちゃい、なんかミートボールみたいなの作れるのよね。いけそう、いけそうです、うん。何ができるんだろう、なんかねえ、その本売れそうだよね、うん、なんかありそうでないですね、うんうん、あかねちゃんのなんかたこ焼き器活用術みたいないけるよ、なんかレシピを増やしてさ、うん、はい、クックパッドに投稿したら本当ですね。そこまでいけたらいいですけど。そこまでいけたらいいよね。極めていきます。極めて極めて、はい、頑張ります、はい、そのニコ号もかなり盛り上がったようですが、はい、お次のナイトは何するんですか？はい、じゃあ空見堂はこれです。これですね、はい、こっちか、お、これ、はい、じゃん。ゴールデンウィーク行くならどっちや、お、です。なんだろう、はい、何のイラストなんだろう。うん、これかこれかです。これかこれか、はい、うん、これ何のイラストなの？なんか犬とライオンと、ライオンと、うーん、鳥鳥鳥鳥鳥でも足も生えてない鳥なんか出てるし、なんか火吹いてます火吹いてますなんか独特まあこの方たちがいるところか、はい、この方たちがいるところか、あ、うん、あ、やっと分かってきました。そういうことか、そうです、そうです、そうです、うん、どっちかなっていう話をちょっとしていきたいなと思っています。わ、はい、かりました、はい、じゃあこの後ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。時刻は23時を回りました。5月2日火曜日、ソライブナイトの時間です。今日は藤岡茜が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。チャットの皆さんこんばんは、よろしくお願いします。ね、この時間いつぶりですかね。結構ぶりですね。1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいですかね。なかなかない時間です。初めての方もまたいらっしゃるかもしれないですね。はじめまして、藤岡です。よろしくお願いします。チョコついてない、で多分ついてないです、チョコ。さっき鏡見たけど多分ついてなかった。ちょっと嘘言わないでください、ちょっと怖い怖い。そう、さっきね、あのニコウェザー号の方で、今日はたこ焼き器を使って、ベビーカステラ的なものを作ってみました。うん、そう、楽しかったです。初めてベビーカステラを作りました。
結構私の中ではうまくいったんですけど、どうでしたかね。あ、お上手でした。本当よかった。そう、あのやり方2つ試してみたんですよ。たこ焼き、作った時のようにこう、まあ、流してそのままこうあの裏返すのと、あとちょっと少なめに入れてこうパカって合体するの。でも合体した方が綺麗に丸くいきましたね。そうだから2つ目でちょっと次また作る時やろうかなって思います。そうそう、屋台でもベビーカーしたらこうやって作りますもんね。やっぱこっちの方がうまくいきました。なかなかコツがいりますけれども、はい、そうね、2回目ね、まんまるなりましたね。そう、いや嬉しいですね、まんまるになると。うん、もっと作りたかったですもん。ちょっと時間があれでしたから、なかなかねできなかったんですけど、手つき良かったです本当。結構楽しいです、好きです。ああいうの黙々とやるの。ちょっとねコメント見れなかったのが申し訳ないんですけど、はい。また次次回ですね、ニコウェザー号やるとき、あのたこ焼き器使ってたこ焼き器を極めていく予定になってるので、今度次ね何したらいいよとか案いただければ嬉しいです。そう、たこ焼き器を極めるってないんですけど、あんまり。うん、ちょっと挑戦したいなと思います。たい焼きは絶対できなくないですか。たい焼きの形じゃないし。容器削ってたいの形にしないと、まあ、でももう中にねあんこ入れたらまた、まあ、ベビーカステラと同じですけど、こうね、でなんかそうそれもいいかも。今日チョコ入れてみましたけど、もっとね具材いろいろあるといいですよね。タコ、タコはでもウインナーだと、あのアメリカンドッグ的なのができると思います。そう結構合うんですよね、あのホットケーキのあれと。甘いですもんね、アメリカンドッグも。あ、カレーもいいんじゃないですか。美味しそう。生地に混ざるかちょっと無理か、難しいですねちょっとね。あ、チーズは合いますよ。あ、カスタードも絶対合う。おでんは絶対合わない。水気が多くないですか。焼きおにぎりはできそうですよね。お寿司、おかしい、お寿司焼かないでしょ。あ、クレープか。クレープ、まあ、できそうですけど、ちょっとすぐね取り上げないといけないですよね。目玉焼き、目玉焼き、あ、うずらの卵だったらいけそう。うずらの卵はいけそう。普通の卵は入らなそうだけど、結構いろいろ案が出てきましたね。ラーメンとかできると思います。お湯をちょっと入れて、お湯入れて、カップラーメンバリバリ割って、カップラーメン割って、一口サイズの、それ美味しくいただけるかな。不安になっちゃいますけど、石焼きビビンは良さそう。良さそうですね。チーズとかちょっと入れて、ちょっといろんなちょっといただきながら、次はね、はい、また何かに挑戦していきたいと思います。挨拶できませんね。はい。はい、今日もニコメザゴご参加いただいてありがとうございました。まあ、ここからは久々のナイトということで、2時間ですね、皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思います。お付き合いよろしくお願いします。では続いて今日の空見どいきます。見どころです、今日はこちらです。ゴールデンウィーク行くならどっちやです。はい、どっちですかっていうのを話していくんですけど。さあどっち、今日はこの話題をしていきたいんですけど、こっちかこっちです。じゃあちょっと何かお伝えしましょうか。はい、今日はですね、どっちの見解書といったコーナーやっていきます。はい、2択のテーマで、いいところ
両方のいいところですねディベートしていく、そんなコーナーになります。そして今日のテーマがこれです。はい、動物園 vs 水族館です。やっぱゴールデンウィークですからね、どちらも大人気なスポットかなとは思うんですけれども、まあ、家族で行ったりとか、まあ彼氏彼女友達一人いろんな生き方がありますけど、うん、誰が行っても楽しめる場所、うん、でどっちかといえばどっちがいいかなっていうのをちょっと議論していく時間になります。どうですかね、まあその自分はどっちだっていうのを決めていただいて、その魅力のプレゼンをですねぜひこの下の、アドレスの方に送ってください。 night@thrive24.com こちらにお願いします。はい、どうですかね、うん、スシローは水族館に入りますかと、うん、入ると思いますか、考えてみてください。あ、水槽があるとかありますか、うん、でもね、まあ、水槽があったら水族館ではないですかね、うん、厳しくいきます。はい、厳しくいきますね。遊郭動物園じゃないですね。はい、さあどうでしょうか。はい、また後ほど聞いてまいります。では一度ですね空ボタンの方で今現在の、はい、どっちなのかというのをちょっと見ていきたいと思います。また最後にプレゼンが終わってからですね、はい、結果を見ていくんですけど、今の時点ではどっちか、はい、皆さん押してみてください。空ボタン開いています。どうでしょうか。チャットの方はどうなんですかね。あ、ニコ生のアンケートも開いてみますか。ニコ生アンケート開きます。うん、私の意見は後で言いますね。うん、水族館か動物園です。どっちもね魅力的ですよね。どっち、うん、さあどっちがいいでしょうか。うん、アンケートしてますよ。水族館動物園、いやこれすごい迷うと思います。うん、両方ね魅力がありますからね。天気にもよるとかもあるかもしれないですけどね、うん、でも今行きたいならどっちか、はい、選んでくださいよ。はい、じゃあ集計いきますかね。はい、では集計5秒前でいきましょう。5秒前、4、3、2、1、終了です。はい、どっちだろう。あ、じゃあニコ生のアンケートから締めましょうか。はい、お、水族館がかなり人気です。 67.5%、 動物園が 32.5% です。お、結構差ついてますよ。では空ボタンどうですかね。風船を上げていきます。お、水族館か、これどれぐらい差があるんだろう。同じぐらいありますかね。割れてますね。どっちだ。あ、やっぱ水族館の方が多いですね。理由が知りたいですね。なんで水族館なのか、うん、ぜひぜひちょっと後でメールの方で見ていきたいですので、たくさん送ってくださいね。うん、地域性、あ、沖縄水族館だ。まあ、美ら海ね。九州も黄色が多いですかね、水族館。これどうですか。でも、父島母島水族館ですね。
うん、エリア性があるのかないのかちょっと難しいですけれども、まあ、とにかくですね、後ほど皆さんの意見を聞いていきたいですので、はい、ぜひたくさん送っていただければと思います。お願いいたします。それでは最初のコーナー参りましょう。今日の〇〇、はい、今日特に印象に残った〇〇を紹介するコーナーです。ではリポートをいきます。あ、ちなみに今日の、リポートはですね、みんなのゴールデンウィークの過ごし方、はい、こちらについて見ていきたいと思います。ゴールデンウィークですよ。長い方は9連休ですもんね。え、10とか11もいるのか。あ、そっか、終わってから月火とかも休んだりですかね。あ、じゃあリポートいきます。東京都港区かなかなさんのリポートです。ありがとうございます。お出かけとは言えないかもしれませんが、東京タワーに来ています。ライトアップに数えきれない鯉のぼりが南風に泳いでいます。5月7日まで泳いでいます。はいはい、さあこちら東京タワー、東京タワーの下で今、たくさん泳いでるんですよね。またライトアップの時間になるとムーディーな感じになりますね、うん、昼間の元気な感じとまた違った魅力が感じられますが、うん、ね、素敵、いいですね。これ今の時期ならではですもんね。7日までしかやってないみたいですよ、ゴールデンウィーク中のね。夜行くのも良さそうですよね。うん、あ、鯉のぼりもなんかこうちょっと紫っぽくなってますもんね。ライトアップなってんのかな。うん、いいですね。これ眺めてる方がこの辺にねいっぱいいるんでしょうね。うん、はい、じゃあ続いて富山県南砺市4番ひろくんさんのリポートです。ありがとうございます。福野でいいかな、福野、あ、福のよたか祭りだ、合ってましたね、はい。今夜は5月最初の、最初の2日間で行われる福のよたか祭りへ。夜空に赤を基調にしたあんどんが映えます。福野のよたかは富山の宝屋茶、あ、これ合ってるかな、宝屋茶、宝屋でみたいな感じですかね、うん、はい、すごい、え、これどうなってるの、これすごい大きいとこですよね。あ、しめ縄、これか、これしめ縄、すごいですね。え、これ外にあるんですよね、これ外、外でこう動くんですか、あ、出汁みたいな感じでこれが通っていく感じなんですかね。誰か乗ってたりとかですか、乗ったりはしないのかな、押してるんですかね乗ったりじゃなくてこう運んだりするってことかな。あ、やっぱすごく大きい、そうですよね、あ、今日はお祭りのリポートが結構多かったようです。やっぱりゴールデンウィークはいろんなイベントがやってますよね、うん、あ、そっか、カンタロウさんはこれ詳しいかもしれないですね、富山だし、うん、あ、KTR さん外に行かない、なんかあんま確かに行かなそうか、じゃあ知らないかもしれないですね、うん、じゃあ次茨城県の、利根町ランさんのリポートです。ありがとうございます。石岡市にあるフラワーパークに行ってきました。シャガの花が満開です。今日は学校が休みではないので空いていました。そっか、今日平日だから、うん、ゴールデンウィーク中の中で言えば今日は少ない方、そうですよね、明日から休みだから今日本当に穴場だったかもしれないですね、うん、綺麗ですね。やっぱ春、5月はこういったように植物、お花だったりね、見に行きたくなりますね、うん、心も綺麗になりそう、なんだか、あ、確か赤色ないですね、うん、
きっとこう中に進んでいくと茜色のお花も見られるとは思いますけどね、ここにはなかったですね、うん、青音色じゃあ次は新潟県新潟市のまみさんのリポートです。ありがとうございます。出先で買った山菜、念願のタラの芽、はい、山菜です。うん、これ椎茸かすごいですよねめっちゃ大きい。え、これ通常2倍ぐらいあるんじゃないですか、すごいな椎茸の方に目いっちゃいますね。確かに確かに。あ、天ぷら、あ、出先で買ってきた新鮮なね山菜と、うん、あ、いいですね、旬ですね、うん、確かゴールデンウィークだったらゆっくり料理もできたりしますもんね、うん、でもこう美味しいもの食べに行く方も多いかもしれないですけどね、はい、あ、次、お、こっちはこれですね、もう出来上がってる、あ、同じ方か、あ、これがこうなったのかな。新潟県新潟市まみさん、というわけで山菜の天ぷら、人参は色目で揚げました、はい、やっぱり天ぷらになったみたいです。椎茸も切られてますよね、うん、美味しそう、おしゃれです。人参も確かにあるとね素敵ですよね、鮮やかになっていいですね、うん、あ、これも山菜で、うん、そうですね、天ぷらだけじゃなくて和え物、マヨネーズ乗ってますね、うん、美味しそう、いいですね、はい、じゃあ次は長野県長野市チーボーさんのリポートです。ありがとうございます。ゴールデンウィークに気合い入れ、早めの夕ご飯は長野県内でソースカツ丼を食す、とりあえず気合い入れでカツでカツ、蓋が閉まらないほどの量、カツにカツを入れられた気分、明日からまた遊ぶぞということなんですけど、すごいですねボリュームがあー、すごい溢れてる、あ、これなら勝てそう、うん、美味しそうだわーソースカツ丼美味しいですよね、キャベツ、そうそう、キャベツもたっぷりで、うん、いいな、私、え、でもお腹空いてる時だったらもう一瞬でなくなりそうですよねね、いけそうですよねいやいいな、あ、次もすごい、そう、次こちら東京都新宿区エアロパパさんのリポートです。ありがとうございます。今日はゴールデンウィーク4日目、天気も晴れて気持ちがいいし、どこかに出かけたい気分、でもしっかり仕事なのでお昼ぐらい贅沢しちゃおう、高田馬場の行列店で大ステーキ丼いただきました、お肉がジューシーで柔らかく美味しかった、さあ午後の仕事も頑張ろういやー、これもすごい、あー、ね、仕事のね、ある方ですけれども、やっぱゴールデンウィーク、そうですよね、もう休みのこの周りが休みだったりすると、あ、ゴールデンウィークなんだって意識はしますよね、うん、うん、頑張ってる自分へのちょっとご褒美とかね、仕事の合間だったりしたくなりますよね、すごいわかるこれも満帆ですよね、溢れてますよね、これ、あ、そうそう、レアな感じがまたいいですよね、これ美味しそうだわ、最後もこちら、愛媛県今治市隼人さんのリポートです。今日は雲多めで風がひんやりとしています。今日は東仙堂のいちごミルクでございます。良き午後をお過ごしください。あ、これも美味しそう、練乳たっぷりです、いやー、シロップもめっちゃかかってますね、これは最後まで薄くならずに
美味しくいただけそう。あったかいお茶と一緒に、これがまたいいですよね。うん、かき氷の季節ですかもう。うん、でも私はもう食べましたけどね。そう、2週間くらい前にいちごのかき氷。暑かったんで、その日がすごくもうかき氷デビュー終わってますね。いやー、でも5月に入ってもうね、半袖で過ごせるってね。この間までコート着てたのにって、こうあっという間だなって思います。季節がこう変わっていくのは。うん、いやこれも食べたいな。なんかお店でゆっくり食べたいですね。この間食べたかき氷は外でこうイベントの時に、そう屋台のところでちょっと買って食べたんですけど、ゆっくりこう室内であったかいお茶いただきながら、ゴールデンウィークを感じながらっていいですね。うん、いや食欲ちょっとそそりますね。この時間でもう食べちゃうんじゃないですか、皆さん。大丈夫ですか、はい、ゴールデンウィークの、皆さんのこう、ね、楽しまれてるリポートがたくさん来てました、はい、今日で4日目、この先もちょっと気になりますが、じゃあちょっと予報センターの今日の担当の方にも聞いてみましょうか。では予報センター吉野さん。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。吉野さんは、はい、お仕事もあるかと思うんですが、はい、ゴールデンウィークはちょっと楽しまれてたりしますか？予定はね、今全然決まってないんですよね、うん、休みはね、ポツポツとあるんですよ、はい、あ、そうなんですね、うん、子供とどっか行こうかっていうね、はいはい、話はしてるんですけれども、うん、お子さんはこう行きたいとことかあるんですかね、うん、なかなかね、予定が絞れてない感じ。あ、そうですか。そうなんですよ。お子さんとだったらどこだろう、うん、ね、今日の2択だとどっちだ、うん、はい、そう今日の2択は、はい、動物園か水族館なんですけど、うん、さっき皆さんに聞いていくと今のところ水族館、はい、水族館が多いです。前に上の子と旅行行った時は水族館、うん、1つの旅行で2つ行ったってことありますか？そうなんですか、うん、その場所に有名なところが2つあったんですかね。そうですね、鳥羽の水族館1個は、ね、あ、三重ですか？はい、三重に行ったんで、鳥羽の水族館ともう1個、はい、伊勢の方に、はい、水族館があって、ほうほうほう、ちょっとそこは時間が余ったんでちょうど寄ったって感じだったんですね、うん、鳥羽水族館、私も小学校の修学旅行で行きました。あ、修学旅行そうそうそう、動物園って言って馬しかいない動物園って書くのやめてもらえません、はい、馬しかいない動物園ほんと、それは違いますよ、ニコ生の皆さん怒りますよ、はい、うん、それは違います。そう、あと毎年ね、結構この時期馬事公園って東京に、はいはい、これは、ね、馬関係なんですけども、うんうん、そこでホースショーってやってるんですよ。馬術の競技会とか、あといろんな出店とかイベントやってるんですけど、はいはいはい、実は馬事公園って東京オリンピックに向けての改修で、はい、今改修やって今年やってないんですよね、そのイベント。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、ちょっと残念ですね。そう、行こうかなと思って調べたら、うん、あ、はい、やってないんだって。あ、調べててよかったですね。そう、調べて行ってみたらね、はい、元々の実家の近くだったんで馬事公園、はい、よく知ってるんです。結局馬じゃないかって言われて確かにね、本当だ。動物園、馬いたっけ、動物園って。でも動物園あんまいないか。シマウマとかいるんじゃない。あ、シマウマだ、そうだ、うん、馬はいないんですかね、あんまり。普通の馬はあんまりいない気がする、うん、確か牧場とかですかね、いるなら、うん、牧場はいますね。確かにそんなイメージがありますね、うん、水族館、そう、水族館が人気なんですよね、今のところなんですけど。今書いてもらったノーザンホースパークは昔行ったことあります、ちなみに。え、ノーザンホースパークって苫小牧にあるんですけれども。あ、北海道ですか。競走馬を作っている大きな牧場があって、はいはい、そこが経営しているところなんですよ、はい、へー。そこは遊ぶところ。あ、乗れたりとかもできる。乗れたりもします。あ、そうなんですね、うん、馬乗ったり。でもお子さんとか喜びますよね、馬。喜びますね。なかなか乗れないですもんね、うんうん。まあ、千葉にも結構ね、乗馬できるところあるんですよ、うんうん、九十九里の方にね、はい、海岸を走れる乗馬。え、そんなとこあるんですか。あります。あ、すごい。九十九里にありますよ。へ、初心者でもちょっとレッスンして、はい、海の方をポクポク歩くぐらいまでだったら、うんうん、ちょっと楽しそうできます。え、そうできるんですね。できるんです。なんかちょっとコツがいりそうだなと思いますけど。ただ馬がちゃんとしてれば、はい、ちょっとしたってすぐ乗れます。あ、そうなんですね。馬が優秀なんで。あ、そっか。そう、私たちはじゃあ何もできなくても馬がこうやってくれるんですね。ほとんどできなくてもちゃんと馬が歩いてくれるんで。へえ。さすがに走るのはね、慣れないと無理ですけど。そうですよね。歩くのは、はい、行けます。吉野さんはこう乗って走ったりできるんですか。走るのはできないですけど、はい
すごい。そう、馬乗る女性いいですね。本当にでも歩くだけなら九十九里で結構近いんで、夏はねやってないんですよ。海水浴シーズンになっちゃうんで。あ、そっかそっか。はい。なんでね、この時期とかはね、結構やってますよ。はい。いや、ちょっといい情報聞きました。そう、ゴールデンウィーク混みそうですよね。ゴールデンウィークは混みそうですね。はい、そうですね、まあ、結構ゴールデンウィークはどこ行っても混みますからね。うん、そうなんですよ。そこがね悩みどころでね、はい、どっか行きたいんですけれども、確かに行き当たりばったりで行くと、はい、電車もなかなか取れないし車は混むしって言ってね、悩ましいところで、はい、今どうしようかまた考え中です。確かにそうですね。はい、うん、でも今日もお出かけするにはすごいいい天気になりましたし。そうですね、うん、今日は実は一番いい天気だったんじゃないかっていう、ね、そうだったんですね、感じですけれども、明日もそれなりには天気は良さそうですので、うん、はい、行楽には問題のないといったところが多いんじゃないかなと思います。そうですか、じゃあ、はい、ちょっと明日の天気ここからは詳しくお願いいたします。はい、ちょっと私はこの後、はい、ライブニュースに行ってまいります。はい、よろしくお願いします。はい、では吉野さん、はい、ありがとうございました。ではここからはお天気をお伝えいたします。はい、こんばんは。日付変わりまして5月5日水曜日です。時刻は0時7分ですね。この時間の担当は藤岡あかねです。どうぞよろしくお願いします。5月3日あれなんて読みました私。5日って言った間違えました。あれ3日って言ったつもりでした、すいません。日付変わりまして5月3日です。はい、そう、5ばっかり見てました。5月3日、うん、今日は憲法記念日です。憲法記念日、さっきは今日はリカちゃんのお誕生日ですと言ってきましたけれども、その日でもあります。なので今日は祝日なんですね。今日から、5連休って方もいらっしゃるかもしれません。楽しみですね。うん、そう、どっか行きますか。私、あ、学生時代ゴールデンウィーク休み、あー、ゴールデンウィーク休みの時何してた、何してたんだろう。でもバーベキューはした気がしますね。やっぱ学生の時ってバーベキューやりがちだと思うんですよね。やりがちですよね。なんかとりあえずあのサークルでちょっとバーベキューやろみたいなのになるんですよ。うん、だからまあ季節的にもちょうどいいんですよね、バーベキューって。うん、簡単にできますしね。そうやってましたね、サークルで。どっか行ったりは、まあ、あのやっぱり人がどこ行っても多いっていうので、こう旅行行ったりっていうのはしなかったです。うん、まあ、その辺で楽しむ感じでした。うん、どうでしたか皆さんは。あるあるじゃないんですか、バーベキュー。あ、鍋とバーベキュー定番。そうそうそう、冬は鍋したり、タコパは結構年中できるから万能ですよね。うん、バーベキューは今かな、やっぱり秋よりも今ですね。うん、なんかそんなイメージがありますね。うん、お酒私は顔色があまり変わらないですね。よく喋ったり、あ、まあ、お酒が進むとよく喋るのかな。あ、でもそんなに変わんないと思います。うん、まあ、とにかく赤くなったりっていうのはないですね。はい、そうですね。まあ、皆さんもそれぞれのゴールデンウィークをお楽しみください。まあ、そんな5月3日ですけれども、今の天気どうでしょうか皆さん。0時10分を回りました。雨晴れ曇りの3択になっています。どうですか。私はお酒強いってさやねさんが言ってたんですか。一緒に飲んだことないんですけどね。うん、そうですね。
皆さんどうでしょうか。うん、あ、星キラキラだよ。うん、晴れてますか。横浜晴れ、福岡晴れ、うん、埼玉も晴れ、そしてあ、枚方も星見えてる。うん、沖縄は曇りですか。大阪晴れてます。奈良は晴れてる。うん、ちょっとね、ニコ生いけますか、コメント。まあ来た、仙台は晴れ、三日月がくっきり見えます。うん、愛知は曇りですか。ゴールデンウィークらしい宇都宮市は晴れ、岡山も晴れですかね。あと、奈良も晴れかな。うん、晴れのとこ多そうですかね。はい、さあ、それでは集計そろそろいいですかね。では集計5秒前でいきましょう。では5秒前です。4、3、2、1、終了。ご参加ありがとうございます。ではグラフと数字いきましょう。はい、晴れが一番多いです。181、曇りが32、雨はいません。ではエリア確認していきましょう。マップです。はい、おお、まあ、やっぱり西の方は曇ってますね。うん、そうですね、西のエリアではまあこの時間から雲が多いですし、まあ、明日もやっぱり南部でも雲多い空続きそうですからね。他はよく晴れてます。うん、明日も日差し、明日、まあ、今日か、5月3日そうですね、日差しも期待できそうですかね。日が明けたら、日が明けたら、日が明けたら、夜が明けたらか朝になると今日なんですよね。なんか難しいですね、この時間はい、というわけで皆さんご参加ありがとうございましたさあ、それではここで一つ告知、告知、告知です。募集ものの告知です。さっき言ってたやつですかね。あ、気になりそうな、あ、これそうか、言います気になりそうなリポート、ここで募集するんですね。あ、そうですね、まだ募集してなかったですもんね。はい、気になりそうなリポートを募集します。はい、キャスターの感性に近づけ、気になりそうなリポート。私が、これだったら気になってくれるんじゃないかなっていうリポートを送ってください。私が気になりそうなものを、まあ、とにかく送ってみてくださいさあ、あ、そして送っていただくときはですね、項目がいろいろあるんですけど、その中でライフスタイルというのを選んで送ってください。そしてコメントの最初には気になりそうとつけていただければと思います。はい、大丈夫そうですかね。はい、ご紹介は次のブロックでしていきたいと思います。はい、最後に送りますよ。あ、送りません、見ますよはい、皆さんよろしくお願いします。はい、さあ、それではお次のコーナー行きましょう。どっちの見解書。さて、今日はですね、動物園 vs 水族館、こちらについて、空ボタンも開きましたね、先ほど。今行くならどっちがいいかっていうのを聞いていきました。そしてそれぞれの魅力のプレゼンというのをですね、メールに書いていただいて送っていただいてます。送ってくださった皆さんありがとうございます。はい、まだ決着、そうですよ、これから
議論していくわけです。うん、どうですかね。まあ、さっき空ボタンでは水族館が多くなりました。そう、圧倒的だったんですよね。ニコ生の方でも 67% ぐらい水族館いましたよね。うんうん、そうそう。じゃあ、あの魅力をですね、語っていただいているものここからはご紹介していきたいと思います。どっちから行ったらいいですかね。水族館から行きます。強い方から行きますか。今のところ優勢なのは水族館ですもんね。じゃあ水族館から見ていきます。はい、じゃあ水族館派、まずは 14DDG、 あ、人 4DDG 人 4DDG さんです。ありがとうございます。私は水族館派です。その大きなポイントは利便性や快適性です。うん、基本的に動物園の施設は屋外にあり、外気や、花粉にさらされる必要、がある一方で、水族館はその施設の多くが屋内で空調が効いてたり、トイレがすぐ近くにあったりと快適に鑑賞することができます。またアクアパーク品川や海遊館のように水族館には都市部や、駅の近くの利便性が高い場所に施設も多い一方、動物園は基本的に山の上や郊外といった利便性の低い場所にあるものも水族館を支持する理由です。ちなみに私の出身地である群馬県動物園群馬サファリパークはあるのですが、水族館はありません。うん、利便性が水族館の方が高いよっていうのがね、こちらに書いてましたが、まあ、確かに都内も結構あるか、まあ、そうか、そうですよね。都内に動物園は、上野動物園はね有名ですよね。うん、確かにね、行きにくいところが多いってことですかね。まあ、上野は近いか。うん、そうですね、動物園。あとは多摩動物公園、うんうんうん、東山動物園も駅に近い。お、うんうんうん、そうですね。そう、大阪も駅に近いとかありますよ。私知ってますよそう、あります。最近綺麗になってましたね。うんさあ、じゃあ次は匿名希望さんいきますか。こんばんは。水族館と動物園とどちらを選ぶか、どっちを選ぶかといったら水族館ですね。お魚さんたちを見て、あの魚美味しそうとか、あのカニ食べたいと言いながら見て回り、帰りに寿司屋に寄るのが鉄板コース。近場の、愛知県、蒲郡市にある竹島水族館では、展示の説明にいろんな工夫がされていて、その一つに味の評価があったりもします。新しく入ってきた珍しい深海魚などは必ず味見する変わった水族館ですがまた私にとって決定打は、あちこちの動物園や水族館に、オウサマペンギンや岩飛びペンギンなどいろいろなペンギンがいると思うのですが、ペンギン界最大の皇帝ペンギンが国内で見られるのは和歌山のアドベンチャーワールドと名古屋湖水族館の2館しかありません。しのし歩くあのでかいペンギンが可愛くて大好きなんですなので選択肢は水族館一択ですね。以上、匿名希望ニコ生のチャッペでしたって言ってチャッペさんです、チャッペさんありがとうございます味なんか書いてあるよね、説明味って味これ白身でタンパクとかこちらは赤身でとか、ちょっとなんか想像もしたくないですよね。可愛く泳いでるのに
どうなんですかね、これメリットでいけてます、これメリットですか。でもね、ペン、お寿司屋さん参考になります。ちょっとかわいそうだなって今思いましたけど私は。じゃあ次行きますか。次は、地学屋さん、はい、こんばんは。今回はどっちの見解書、動物園 vs 水族館ということですが、自分は水族館を選びたいと思います。自分自身小学校の頃とかゴールデンウィークというと葛西臨海水族園に連れて行ってもらった思い出が強く残っています。特別海の生き物が好きというわけではないのですが、大きな水槽の中で過ごす海の生き物の様子を見たのは印象的でした。暗闇の中で展示されているものも多く、眺めているとなんだかロマンチックですし、何よりこれから暑くなるので涼しい館内の海の生き物を眺めるのにはぴったりだと思います。他に沼津港にある深海魚水族館や和歌山県の京都大学附属の水族館にも行ったことがあります。特に深海魚水族館はディレクターの都築さんにもおすすめです。実際に近くのお店で深海魚を食べることもできます。かっこ自分は食べませんでした。それではアカネのナイト楽しみにしてます。皆さん良いゴールデンウィークを。はい、そう、深海魚水族館の周り食べれるんですよね。金目鯛って深海魚みたいで、そうなので沼津の、深海水族館にもいて、私も1回行ったんですけど、そう周りに深海魚の深海魚バーガーとかあります。バーガーの多分すり身になってたりするんですけど、金目鯛のコロッケとかもあったりします。そうバーガーありますよ。私は金目鯛のコロッケを食べたんですけど、バーガーあります。そう気になりましたけどね、そう結構楽しかったです、深海水族館。オオグソクムシの唐揚げあるんですか。あったのか、多分あっても多分ちょっと私見なかったんですよね。オオグソクムシは本当に怖かったので、実際にいっぱいいるんですよ、その水族館の中にも。ちょっと近づけなかったです、ちょっと怖くて。見れなかった。唐揚げってやばくないですか。あのままなわけないですよね。ちょっと想像させないでください。結構大きいですよね、あれすごい大きかったですよ。そう子供とかも。ちょっと忘れましょう。あー怖い怖い。じゃあ次行きます。次、クラウドさん、あかね皆さんこんばんは。ベビーカステラ美味しそうでした。ありがとうございます。たこ焼き器を極める放送、次も楽しみにしています。さて動物園か水族館ですが、水族館を選びます。水族館はイルカやシャチ、セイウチなど楽しいショーが充実しているイメージがあります。ペンギンの歩き方も可愛いし、お魚が優雅に泳いでいる姿は見とれます。子供の頃に水族館に行った思い出は今でも鮮明に覚えているぐらい好きです。それに何といっても深海生物ダイオウグソクムシがいます。海の底に沈んだ魚の死骸などを食べる海のお掃除屋さんです。普段はじっとしていますが、時々動く姿が可愛いです。それでいて顔はかっこいいのがまたいいです。ニコ生でも100時間ぐらい放送していましたが、暇な時にずっと見ていたらその魅力にはまりました。そんな魅力あふれる生物たちがいる水族館を推します。ちょっとまた嘘かもしれない。でもそうですよね、好きな方はグソクムシ可愛いんですよね。ちょっと私は見れなかったんですけど、そうですよね。確かに顔かっこいいってのも書いてたと思います。すごい正面から見た写真とかもね、その辺にいっぱい貼ってたりするので、いろんなところで目に入ってくるんですけど。
ウソクムシ。でもいろんな水族館にいるわけではないですけどね、多分。いや、最近増えてるんですか。そうなんだ。深海水族館では見たけど、え、海遊館とかにはいないですよね。多分いなかったと思うな。うん、墨田水族館いるんですか。あ、結構いろんなところに進出してきてるんですね。うん、水族館、水族館、そうですね。私大阪だったら海遊館は幼稚園の遠足とかで行ったんですけど、この間ニフレルってとこに行って、吹田の万博のとこにあるんですけど、そう、なんとかに触れるっていうのがテーマな水族館で、そう、色に触れるだったり、音に触れるとかもあったかな、うん、とか、なんか7つぐらいテーマがあって、そう、触ったりも実際できたり、まあ、見て楽しむだったり、そうそうそう、にもとかだったら色ですね、色が綺麗だとか、そういうのにこう分かれてるんですよ。そう、楽しめます。楽しかったです。うん、ニフレルです。そう、鳥飛んでるんですよ、その辺に。そう、鳥もいて、フクロウがいるんですよ、上に。楽しいです。トラとかもいるんですよね。だから合体してるとこもあるんですよ。トラが話し合いじゃないですよ。さすがそれはないです。うん、そうそう、なんか今合体してね、動物も水族館も楽しめるところあるみたいです。うん、はい、あ、そうそう、なんとかに触れるです。あ、行ってみてください、ぜひ。私すごい好きです。うん、そう、水族館ね、いいですよね。そう、水族館だけど動物もいる。うん、あ、じゃあちょっと動物園派も行きますか。動物園行きます。ではまずは、東海ゴジラさん行きましょう。あかね、こんばんは。こんばんは、東海ゴジラと申します。ゴールデンウィークに行きたいのは水族館かなと思いながら、実際に最近行ったのは動物園です。ちょうど大阪に遊びに行ってアベノハルカスに行ったついでに、近くにある天王寺動物園に立ち寄ったのでした。大人になってから出かけるのはもっぱら水族館ばかりでしたが、実に久々の動物園、なかなか楽しかったですよ。大人になってから見てみると子供の頃には気づかなかったことがいっぱいなので、やっぱり動物園ということにしておきます。はい、うん、天王寺動物園行かれたんですね。いや、最近綺麗になって、そう、ナイトズーやってるタイミングがあって、そう、ちょっと私もね、行きたいなと思ったんですけど、タイミングが合わずに行けなかったんですよ。そう、いつもやってるわけじゃなかったんですよね。そう、野生じゃない、夜行性の動物が昼間はこうじっとしてますから、まあ、行っても、あ、また寝てるってなりますけど、夜行くとこう動き回ってたりするので、それがまたね、楽しめたりしますよね。うん、動物園、さあ、動物園吐きましたけれども、どうかな。じゃあ次、メモリアルトラベルアドバイザーウェイウェイさんのリポートです。はい、皆さんこんばんは。メモリアルトラベルアドバイザーのウェイです。旅行業界に長く携わる私の経験からおすすめしたいのは動物園です。皆さん特に男性に伝えたい、動物園は男をアピールできる場所なのだと。さあ、目の前にライオン、飢えたライオンがいます。女性は言います。怖い。そこであなたは言います。まあ見てな、アカネ。そして見せつけるのです、己の強さを、己の野性を。ライオンはあなたに恐れて檻の奥に逃げるでしょう。藤岡さん、ライオンも恐れるほどの野性あふれる強い男はどうですか。素敵ですよね。ということで、私は動物園を皆さんにお勧めいたします。男らしいところを見せることができるっていう魅力があるんですね、動物園は。うん、まあでも確かに、うん、でもは見てない。でもこうね、一緒にこう怖いってなるよりは、
守ってやるよの方がモテるんじゃないですか多分男らしさは感じますよね。なんかそんな気がしますけど、それを発揮できるのが動物園みたいです水族館よりも動物園でそんな条件あったかなといや分かんないですよ、これからあるかもしれないですさあじゃあ次行ってみましょう。次は空から降ってきた何かさんのリポートです。ありがとうございます。今日のテーマ動物園 vs 水族館ですが、行くなら動物園を推します。動物園はこの時期、動物園に子供連れの家族が押し寄せそうなので、人混みを避けるのなら動物園、あ失礼しました、人混みを避けるのなら水族館だと思いますが、水族館は遠いんだ。行くとなるとバスやタクシーなど車になってしまいます。車は乗り物酔いがひどくて苦手なので、5分も乗っていたくないので、その点動物園は電車などで行けるのでいいかなと。これでは何なので、動物園にはモフモフ系の可愛い動物がいっぱいいますよ。レッサーパンダとかレッサーパンダとかレッサーパンダとか、そんなことで動物園を推したいと思いますといただきましたレッサーパンダね、可愛いですよね、確かにレッサーパンダは癒しです、うん、そうライオンとかそういう大きい動物以外にも小型動物もいっぱいいますもんね、うん、それに触れることができたり見ても楽しめたりね、いいですね。先ほど水族館の方でも利便性のコメントありましたね。こちらでは、水族館よりも動物園の方が行きやすい、そんなコメントもありました。うん、あ最近あと電車で行けるようになった、おアクセスも良くなったんですね。なるほどなるほど、あやっぱ触れる動物園いいよねと。そうね、触れて楽しむってまた思い出もね変わってきますよね。あそこでレッサーパンダ抱いたなとかまた行きたいなとか思いますもんね、うん、じゃあ次行きましょう。次はビッチャンさんのリポートです。ありがとうございます。あリポートじゃない、コメントです。ありがとうございます。あかねさんこんばんは。自分は動物園派です。個人的な見解を思いつく限りでまとめてみました。ひいき目になりますが水族館派の方お許しください。動物園の良さ、入園料が水族館に比べて安い、季節によって生態など表情が違うところが楽しめる、屋外で開放的、動物と触れ合えるところもある水族館の良さ、天気に左右されずに行ける、室内なので快適、カラフルな魚も見れて綺麗、イルカなどのショーが楽しめるところもあるという感じでしょうかイメージ的に家族で行くならどちらも選択されそうですが、カップルだと圧倒的に水族館を選ぶ感じですね。でも私は動物園の方が好きです。以上箇条書きで失礼しましたといただきましたうん、そう水族館の良さも書いていただきました。確かに水族館は、まあ、室内が、まあ、主ですよね、うん、動物園はですね水族館に比べてもちょっと安いと。そうかな、確か水族館ちょっと高かったり年間パスとかもあったりしますよね。水族館なんかイメージですけど、動物園もあるところはあるかな。あとは季節によって生態など表情が違うところ、そうか動物たちによってもこう冬眠してたりとか、ね、ありますもんね。今この時期暖かくなって動き出すとかね、あの時は寝てたのに、あ今動いてくれてるとか、その変化の楽しみとかは、まあ、確かにあるかもしれません。やっぱ動物と触れ合えるのがいいなということですね。うんうん、なるほど。さあこちらが動物園派の意見でした。どうですか皆さん。ではゴールデンウィーク皆さんどこに行かれているのかリポートの方でも見てみましょうか。動物園水族館、あじゃあ水族館から行きます。はいはい、じゃあ行きましょう。こちら
北海道の標津町、アッチーさんのリポートです。ありがとうございます。孫と水族館、はい、水族館です。なんだろうこれ、なんかすごい細いですね。速そう、なんかね、シュッシュ動きそうですね。美味しそう。うん、細い、スマートです。うん、でお孫さんと水族館に行かれてるようでいいですね。水族館リポートまだありますね。次、愛知県名古屋市 A 坊さんのリポートです。ありがとうございます。名古屋港水族館、イルカショー間もなく開園。イルカショー、やっぱ水族館行ったらショーは見ますよね。私もイルカショー好きだわ。楽しいですよね。いや、ワクワクしますよね。水族館行ったらイルカショー、アシカショー、とりあえず見に行きますね。あ、シャチのショーとかもあるとこありますよね。アドベンチャーワールドとかだったらシャチいますね。そうそう、シャチがメインですよね。そう、 CM がすごい好きだったんですよね、私、アドベンチャーワールドの。多分関西圏しか分かんないと思うんですけど、すごい歌が好きでした。感動的な感じなんですよ、なんか。そう、行きたくなります。今はまた変わってるのかな。そうなんですよね。わからん、やっぱわからない、わからないか。そう、伝えたいです。はい、イルカショーですね。あ、ではもう一枚あります。行きましょう。もう一枚は東京都世田谷区のまゆっこさんのリポートです。ありがとうございます。すっかり日が長くなったので時間の感覚が夜になった感じがしませんね。不安定なお天気でしたが、私は少しだけ雨に遭遇したぐらいでした。今日は品川水族館に行ってきました。昔行ったことがありましたが、久しぶりに行ったらなかなか良かったです。明日は晴れそうですね。良い夜をお過ごしくださいといただきました。クラゲも、まあ、いろんなとこにいますよね。あ、ライトアップとかもされてるか。これもそうですよね。私水族館に行ったらこのクラゲとか今どういう気持ちなのかなっていうのを考えます。あ、答えとかないんですけど。答えとか出ないんですけど、今どう思って泳いでるのかなとか、逆にこっちをどう感じてるのかなみたいなを考えながら水族館には行きます。動物園ではしないんですけど、なんか水族館で考えるんですよね。どう思ってるんですかね。クラゲ、まあ、魚もそうですけど。機嫌いいとかもあるんですかね。今日はなんかうまく泳げてんなみたいなとか。わかんないですけど。昨日より調子いいなとか。感覚あるのかな。ね、クラゲの中でもモテるとかあるのかもしれないですね。あの子かっこいいなとか。そう、色っぽい、ちょっと色っぽいんじゃないかとか。ちょっと可愛い。とか、ちょっとそういう世界もあるのかなとか思ったりするんですけど。あ、大きいと思う。あ、それもあるのかな。体格がいいとか。ちょっと頼りがいがあるなとか。そうそうそう、ちょっとシュッとしてイケメンだわとかね、あるかもしれないですよね。そういうのを考えながら行くのがちょっと好きなんですよ。はい、さあ、まずは水族館のリポートでした。では動物園もありますか。じゃあ動物園行きます。あ、では、空ボタンこの時間で開きますので、開いてる間にリポートご紹介していきます。もうどっちか皆さん押してくださいね。決めてください。どっちがいいですか。はい、じゃあちょっと行きますよ、リポート、大分県別府市のトウコさんのリポートです。ありがとうございます。
高崎山自然動物園のお猿さんたち、子猿さんが食べていたのを大きい猿がウッキー取ったのか大きいのに取られたみたいです。ありゃお猿さん、うん、いたことある方います？いますかね。大分県ですね。お猿さんいっぱいいそうですね。猿山とかある感じですか、ここどうなんだろう。話し飼いの感じ、すごい結構広いですよね、うん、あ、小学校の修学旅行で行ったなと。おお、修学旅行、修学旅行って動物園とか結構行きますよね。私も旭山動物園、はい、北海道、高校の卒業旅行、修学旅行か、修学旅行が北海道だったので、まあ、北海道に行くと行きますよね、旭山動物園。そう、行きましたね、うん、あ、じゃあ次は、北海道千歳市の S ラビットさんのリポートです。いつやるかわからんけど、ゆりちゅみの動物大好きカナダヤマアラシ、お昼に行った東山動物園で撮ってきました。このやる気のなさえ、これどうな、え、すごいダラダラしてません？わかんない、これ気づかないんじゃないですか。よく気づけましたね、なんかどうかしてますもんね山嵐ちゃんです昼寝中ですかね、気持ちよかったのかもしれませんいや、かわいい、癒しですね、癒されますね、こういうのいいですね。こういう感じ、まあ水族館にはないか、だらけてるってあんまないですもんね、水族館って。なんか忙しそうですもんね、こう動き回って、人で、なんか人でもまあゆっくりはしてますけど、ぐでーってしてる感じはないですよね、うん、確かに。あ、じゃあ次は、茨城県取手市のミーニアさんのリポートです。ありがとうございます。雲がほとんどない青空の一日、昼過ぎから時折強めの風が高めの気温を冷ましてくれました。上野動物園のパンダさん、強い日差しに日陰でまったり、ペンギンさんも日陰でまったりしていました。15時ぐらいから見えていたお月様、今もはっきり見えています、うん、昼間に上野に行かれたのでしょうかこちらもぐでーんだらーんとしてますペンギンって両方いますよね、水族館も動物園もいるところは。ペンギンって面白いですよね、こう前でやるとすごいついてくるんですよ、こう水槽で泳いでるとこ、そうそうそう、こうやってなんか私があれ何やったの、なんか持ってるハンカチかなんかをこうやってやったら、もうなんか顔こうやってやるんですよ、めっちゃついてきて何に間違えてるんだろうって思ったんですよ。餌かな、魚が動いてると思ったのかな、そうそうそう、すごいついてそう、それがすごい可愛かったんですよねちょっと首を振らせてしまって申し訳なかったんですけど、 それの姿が可愛かったんです、はい、さあ、それではそろそろ空ボタンも集計をしていきたいんですが、皆さん決まりました？あ、ニコ生でもアンケート出します。さっきは水族館が、まあ、多くなったんですけど、どうかな、どうですかね、うん、あのこれが逆転したっていうのは、私が前、たこ焼きがお好み焼きかっていうのをあのソラボタンでやったんですけど、その時逆転したんですよ、最初に聞いたのと最後の結果と。それ以来、まあ、その前もなかったみたいで、あの時が最初で、まあ、最後だったみたいなんですよね、うん、さあ今日はどうなのかというとこなんですけど、はい、じゃあ集計いきますよ、うん、じゃあいいですか、はい、5秒前4、3、2、1、終了です。
どうかな、なんかドキドキしますね。じゃあニコ生からいきます。じゃあニコ生からいきますね。では見ていきます。おお、しかもぴったり分かれた。7割水族館、3割動物園。ちょっと増え、ちょっと若干増えましたけど、七三分け。本当だ。水族館がちょっと増えましたね。水族館のかかったか。ちょうどね。めっちゃ綺麗ですね。なんかすっきりしますね。さっきは67.何%とかだったんですけど、はい、綺麗に 70%、70.0 でした。じゃあ空ボタンいきますよ。じゃあせーの、どうですかね。お、いい勝負ですよ。すごいいい勝負。あー、やっぱ水族館か。でもなんかさっきよりも動物園増えた気がしますけどね。どうかな。あ、ちょっと増えましたよね。さっきよりも割合的にも増えましたね、動物園。あ、ちょっと挽回はしたんですけどね。うん、でも水族館の方が、まあ、いい勝ちということな結果になりました。やっぱ水族館でしたか。うん、若干増えましたね。まあ、ちなみに私はですね、どっちかというと私はこっちです。水族館、そう、まあ、さっきもちょっと言ったけど、水族館にいる魚たちの気持ちを考えるのが好きなのと、その時その魚がどう思ってるのか。うん、クソクムシの気持ちは大丈夫です。はい。そう、水族館、まあゆっくり、まあ、天気気にせず楽しめるところも、まあ、いいなと思うのと、そうですね。まあ、私はイルカが好きなのでそれもあります。イルカショーを見たいっていうのと、イルカも振られるところもあったりするので、まあ、それが良かったりしますね。そう、イルカショー、動物園ってあんまショーとかないか。うん、あるとこあるのかな、なんか少ない気がしますね。うん、ショーといえば水族館。うん、そう、私はこっちなんですよね。はい、ということで、まあ、今日は覆りませんでしたけれども、ぜひ皆さん、まあ、ゴールデンウィークですから明日は天気良さそうなので、まあ、動物園もいいですよね。うん、動物園行ったり、また、天気ね気になりますから、ぜひゴールデンウィークチャンネルの方でもこの先の天気確認してみてください。最後になりますが、先ほど募集していきました気になりそうなリポート、こちらをご紹介していきたいと思います。さあ、私が気になりそうなリポートを皆さんに考えていただいて送っていただいてるんですよね。どんなの来ますかね。さあ、いきますよ。じゃあまずはこちら、大阪府大阪市白ご飯さんのリポートです。ありがとうございます。あかねん、こんばんは。こんばんは。このいちごのムースケーキ、まだリポートしていませんでした。初出しです。ふわふわで軽く、紅茶との相性抜群です。ブルーベリーも美味しかったです。森の宮のケーキ屋さんです。他にも美味しいケーキがたくさんありましたよ。では良い夢を。おお、これは気になります。これは気になりますよ。コピンポンです。はい、これ正解です。あームースケーキですか、いちごの。はい、あ、これ正解です。赤ね色でもありますもんね。うん、さすがです。あ、紅茶との相性、あ、でも私は牛乳ですね。うん、何でも合わせたいので。はい、いやー、間違いない、森の宮にあるんですね。ちょっと森の宮のケーキ屋さん、森の宮は大阪城の近くです。うん、なんていうケーキ屋さんだろう、ちょっと気になります。
じゃあ次行きますか。次は、山形県酒田市の工藤さんのリポートです。ノコギリ足気になりすぎて買ってしまいました。中高年男性の健康をサポートしてくれるそうです。あ、これゲームの本なんですか。セガサターンマガジン、セタマガって言うんですか。ちょっと全然知らないんですけど、それにノコギリ足これ20年ぐらいの雑誌なんですか。今じゃあ売ってない雑誌なんですか。え、すごい、じゃあそれ撮ってるんですね。おお。で、ノコギリ足、これどうなんですかね、効果出てますかこれね、効果ちょっと私自身は気にならないですね。私自身は気にならないです、今んとこですけどこれはそうですね、これ違いますね、はい、これ不正解です、違いますはい、じゃあ次行きます。次は埼玉県熊谷市、しみちゃんさんのリポートです。今夜の夕食は茜色した辛いラーメンと丼でした。うま辛でしたよ。はい、すごいですね。丼もすごい。ね、めっちゃ辛そう。どっちが丼？すごい。もりもりですね。うん。こう上に乗ってるの両方かかってるの一緒ですかね。麻婆豆腐かかってますかね。両方かかってますよね。これが辛いんでしょうね、きっと。すごい、これ両方で全部完食したのかな。私、そうですね、これ全部はちょっとあれですね。でも食べたい、どっちか食べたい。ラーメン、今ラーメンすごい食べたいです。ラーメン正解ですラーメン正解です。はい、まあ、茜色ってところもありますね。はい、じゃあ次は栃木県の宇都宮市、ほとどきさんのリポートです。ありがとうございます。この前、東北限定の津軽リンゴミント味のピンキーを買ってみました。先ほど正解ですね、うん、やっぱ限定ってところ、私すごい限定に弱いので、そこでしか買えないってなるときっと私も買ってみました、うん、それにこれラッキーですね、ハートのピンキー入ってたんですか。テンションね、上がりますよね。なんかいいことありそうな、ね、気持ちになりますよ。これ正解、完璧です。では次、千葉県千葉市、山山さんのリポートです。ありがとうございます。ゆかりんも気になっていたので、多分あかねんも気になりそうやな。温泉です。昨日は小田急方面だけでしたが、今日は船橋に行って東武や JR 方向のパンフレットももらってきました。うん、どこにしよう。あー、これ正解ですね。もうすごい、あのパンフレット、あの全然予定なくても私すぐもらいます見るのが楽しいですよね今度ここ行こうとか、うん、箱根は行ったことはあります。他は会津か福島か、そっか、船橋いろいろ置いてるんですね。全員集合ってなんだろうお酒つこれすごい気になりますねこれどういうことなんだろう。とりあえずお酒飲むんですかね、もう何があっても大変ですけど、いや気になりますね、行きたくなりますね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。次は埼玉県三郷市のサリアさんのリポートです。いただいた泡盛をチョイスしました。つい最近仕事を退職しまして、花向けにいただいたものです。泡盛美味しいんですよね。アルコール30度だったらロックで飲みたいですね。あかねちゃん飲んだことありますか、といただきました。あー、泡盛ね、いや私は青森まではあの沖縄にいた時はちょっと飲みましたけど、でもやっぱりオリオンビールの方が私はいいです、うん、青森をガバガバは無理でしたね
まだ多分大人に全然なりきれてないですねきっと多分あの青森が美味しい。はい、次はこちらです。栃木県宇都宮市のエミさんのリポートです。ありがとうございます。あかねお酒強いんですか？じゃあこんなのどうでしょう。あかねの大好きなイチゴを使ったワイン、まだ飲んでないんですけど、栃木県産ととちおとめを使っているので絶対に美味しいこと間違いなし。あかねグビグビいっちゃって、ナイト頑張ってくださいね。ではでは、知ったっけねといただきましたうーん、これは美味しそう。これはいけそうです。美味しそう。いちごワインって珍しくないですか？あんまないですよね。とちおとめ使ってるんだ。これはちょっと飲んでみたい。うん、どんなね、どんな感じなんでしょうね。いちごワイン、いちごワイン、もう赤とか白とかそういう問題じゃないですもんね。まあ赤かリキュールみたいな感じ、なんかで割って飲むの、そのままの方が美味しいですかね、やっぱり。うん、そう、いろんな飲み方も楽しめそう。あと果実酒か。うん、まあソーダで割ったり、そのままもでも美味しそうですよね。いや、気になるな。うん、はい、ということで気になりそうなリポートでしたが、結構私が好きそうなやつ来ましたね。いい感じでしたね。グソクムシ来なくてよかった。グソクムシ来たら多分ちょっと読んでなかったかもしれないですねいや、皆さんどうもありがとうございますいや、楽しいですね。気になりそうなリポート、ちょっと気になってたんですよ。ナイトで、あ、こういうのやってるんだっていうのを知っていてそう、実際に体験できてよかったですはい、というかで、ここまで2時間ですね、ソライブナイトお送りしていきました。はい、いや、久々のナイトで、次またいつナイトあるかちょっとまだ分かりませんけれども、はい、ぜひまた一緒に楽しめたらなと思います。はい、では、今日は憲法記念日、5連休の方もいらっしゃいますかね。ぜひ素敵なゴールデンウィークお過ごしください。ではおやすみなさい。